エルケール。家具かしら。名探偵の資質をイメージしてみました。こういうのがお好きだと思って。そうなんですか。ああってそういうことじゃなくて、こんなものを用意されても僕は。聞けば今お住まいにもお困りだとか。うん。何かと不自由なのでは。どうぞこの部屋を使ってください。え、小林さん、ここに住むんですか。いや、それはなら、私たちのチームの部屋、部室じゃなくて、そう、探偵なんだから事務所、ここを事務所に使ってもいいですか。もちろん、最初からその予定です。そして何より、かつての名探偵と行動を共にすることは、これからのあなたたちにとってとても有意義な経験となるでしょう。あの小林さんと一緒に。ちょっと面白そうかも。というわけで小林さん、このように万全の準備を持ってあなたをお迎えするつもりです。どうかいいお返事を。だからそう言われても。お願いします、小林先生。先生、私先生にいろいろなことを教わって早く立派な探偵になりたいです。ちょっと待ってくれ。あんま難しく考えなくていいんじゃない。おいおい、一言だと思って。私も小林さんと一緒に。そんな。よろしくお願いします、教官。教官お願いします。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 ぜひとも小林さん。僕はトイズをなくし探偵を辞めた。本当に無力な人間なんだ。それでも君たちは。はい。こんなことになるなんてずるいですよ、ハンリエットさん。それは了承の返事と受け取ってよろしいですか。ええ。やったー、ありがとうございます、小林さん。ではこれを。これは失効していた僕の免許？はい。探偵業務ともなれば機動力が必要ですから、特別な経路で
再発行していただきました。予算など気にせずお好きな車を選んでください。クラシックカーでも問題ありませんよ。あ、それは国土交通省発行、内燃機関駆動許可証と二酸化炭素排出量証明書。4リッターまで大丈夫です。かなわないな。ねえねえ、はい、みんなで写真を撮りませんか、チームの結成記念。え、こんな時くらい恥ずかしがらないでください、エリーさん。うん、コーデリアさんも並んで並んで。仕方ないわね、うん、ほらネロも来て。ちょっと待って、冷蔵庫にケーキを見つけたんだ。小林先生も。え、僕もかい。当たり前じゃないですか、これからはみんなの先生なんですから。まいったな。では私がシャッターを押しましょう。あ、すみません、お願いします。このケーキ美味しいと思ったら無ハッチのだ。ネロ、まさかそのままで。いいやん、ベルトニアエオン。エドキュール、顔が真っ赤ですよ。ごめんなさい。では撮ります。はあ、どうしました。私思いついちゃった。何を。耳を貸してネロ、エリーさんとコーデリアさんも。どうかな。どうかなって、私たちの名前だよ。名前。そう、名前。せっかくチームになれたんだから。そうね、いいかもしれない。それじゃ大きな声で発表。え、今。ちょっとちょっと、笑顔で叫べば素敵な写真になります。せーの、私たちの名前はミルキーホームズ。現在深刻な問題となっている国内における怪盗事件の多発ですが、特に横浜での被害報告が増加しており、神奈川県警本部も対策を協議中との発表がありました。うーん、怪盗事件の増加ね。ここ横浜に多いのはどうして。この前会長が見せてくれた怪盗帝国のせいですかね。考えられるかも。教官はどう思われます。え、何の話？って聞いてなかったんですか？今のニュース。ごめん、ちょっと探し物をしてたんだ。探し物ですか？ずいぶん大きいカバンだね。うん、確かこの中だったと。あ、あったあった。はぁ、あ、それは探偵書。うん、トイズをなくして探偵としての自信も消え去り、もう二度と使うことはないと思ってたけど、まさかこんな形で手に取る日が来るなんて。あ、はーい。
誰だろう。どうも皆様、こんにちは。あ、タチさん。どうしました？お嬢様がお呼びでございます。申し訳ありませんが、生徒会長室までお越しくださいませ。全員ですか？はい。わかりました、みんな行こう。なんだろう、怒られる？え、だから何かやましいことでもあるの？あ、か、過密？久しぶりだな。なんだろう、怒られる？え、だから何かやましいことでもあるの？どうぞ。あ、か、過密？久しぶりだな、小林。お知り合いですか？ああ、学生時代の同級生だよ。でもどうしてお前がここに？ご挨拶だそうです。挨拶？この方たちは警察の対怪盗組織ジーニアス4。 G4 と呼んでいただきたい。警察の対怪盗組織。過密、お前警察官になったのか？そんなことはどうでもいいだろ。今彼女が言った通り、我々は横浜市警対怪盗組織 G4、 増加の一途をたどる怪盗事件に歯止めをかけるべく編成されたチームだ。試験的にだがな、心から順番に挨拶しろ。はい。心ちゃんって言うんですか？かわいい名前ですね。心ちゃんって言うな、慣れ慣れしいわね。あう、心は心、明智心、頭脳明晰、知性抜群の天才美少女、そして G4 のリーダー。もうあんたたちの出番はないと思いなさい。サク。はーい、遠山サクです。情報収集担当って感じ、よろしく。平野。はい、長谷川平野と申します。柔道、剣道、合気道などをたしなんでおりまして、主に現場での接近戦担当です。次子。はいよ。私は銭形次子ってんだ。車はもちろん、ヘリから飛行機なんでもござれ。つまり運転操縦担当ってわけだな。よろしく。そして俺が彼女らの指導兼監督を務める上津霊警視だ。警視だって？お前いつの間に。どうでもいいと言ったはずだが、ともかく怪盗には探偵という構図はもう成り立たないと思え、我々は怪盗事件に積極的に関与する。今日はそれを断りに来た。過密。では、アンリエット・ミステール、これで失礼しよう。はい、わざわざのご足労ありがとうございます。行くぞ。はい。とまあ、そのようなわけです。怪盗アルセーヌによる怪盗の組織化、つまり怪盗帝国の結成、それに対する IDO による探偵の組織化、つまりあなたたちミルキーホームズの結成。警察も指を加えて眺めているわけにはいかなかったのでしょう。警察の対怪盗組織だなんて。でもみんないい人たちでしたね。みんなじゃないと思う。明智さん、怖かった。というより無礼でしょ、あれは。お前はなぜ。では皆さんこちらへ。もう一つお伝えすること、いえお渡しするものがあります。何ですかこれ。パーソナルデジタルアシスタント、いわゆる PDA です。携帯電話としての機能はもちろんのこと、基地局に問題が発生した時でも直接連絡が可能です。どうぞお役立てになってください。わー、もらっていいんですか？支給品ってやつ？かわいい。コンパクトみたい。
小林さんにも。あ、どうも。これから皆さんには現場で活躍していただくわけですから、これくらいのフォローはお任せください。そして探偵の威信がかかっていることもお忘れなく。はい。わーい。わーい。ちょうど携帯変えようと思ってたんだよね。すごく便利そう。色も私たちの好みに合わせてあるのね。彼女たちは気がついていない。今の言葉が警察に負けるなというプレッシャーであることに。なるほどな。話は分かったぜ、アルセーヌ様。期待していますわ、ラッド。俺に任せろよ。パーッと派手にやってやるぜ。つーか、しけた街だよな、ここってさ。どいつもこいつものほほんとして。刺激がねえんだよ、刺激は。やっぱあれだ、ついでにみんなドーンと吹っ飛ばした方がいいんじゃねえ。ちまちま盗みとかやってねえでさ。どうよ。アルセーヌ様の言うやり方じゃ面白くねえしさ。なあ。お、言葉が過ぎます、ラッド様。アルセーヌ様には怪盗帝国の首領としてのお考えが。なん？んだよ、俺に口出ししてんじゃねえぞ。アルセーヌ様に付きまとってるだけのガキがこのラッド様に説教するなんてよ。何様のつもりだてめえ。ラッド。んだよ、俺は今このガキを。あまり豊かをいじめるようならお仕置きしますよ。え、俺は別に、そんなんつうか。そう、冗談だって、冗談。豊かとは仲良くね。同じお年頃だし。とにかく今回のこと頼みましたよ。おう。とりあえずあれだ、港にあるでかいビルでもぶっ壊すか、それともあの変な形のホテルの方。そうだ、丘の上の洋館全部ってのも面白いよな。それとも馬車道にあるホールでも。ラッド。ん？あなたのその悪い癖、破壊することばかり考えてはダメ。特にむやみに人を傷つけるようなことは絶対に許しません。へい、俺も冗談だって。冗談。とにかく今回のこと頼みましたよ。わかった、じゃあ行ってくるぜ。本当に困った子ね。根はいい子なのに。挨拶してよね、ハピード。雨上がりの窓キラリ。前向いて、横向いて、始まるかも次の未来。
さて、世界情勢はっと。はーい。今日は横浜の中華街では知らない人はいないという有名な資産家、大井さんのところにやってきています。とにかく、風水は大事なのだ。わしの家が繁栄したのも、代々伝わる家宝のおかげなのでな。そうなんですか？では、大井さんの家宝とは一体？それは鏡。しかも純金でできた黄金鏡なのだ。それはすごそうですね。ぜひ拝見させていただけますか？ここにはない。え、なんででしょう？大切な家宝ゆえ厳重に保管してあるのでな。そうやすやすとは見せられん。そこをなんとかお願いしますよ。ダメダメ、その代わり写真を持ってきてやる。これで我慢してくれ。わあ、すごく綺麗ですね。キラキラ輝いてて。そう、なんといっても純金じゃからな。うん、家を繁栄させる黄金鏡か。なんだ？おい、一体何事なのだ？後ろ、後ろ！ビルが。大変です。ビルが、向こうでビルが倒壊していきます。カメラさん、ついてきて。大変だ。はい。大変です、先生。シャーロック、今中華街に来てて。なんだって？そしたら近くで爆発が。キャー、シャーロック、シャーロック。協力してよ。協力？ねえねえ、また君か。何度言われてもこの PDA は見せられないよ。僕の首が飛びかねない。どうしても？どうしても。ケチ。あのね、ケチとかそういう。あっと、失礼。ああ、おーっと。どうもすみません、よそ見をしていたもので。ちょっと気をつけてくださいよ。すみません、すみません。ねえ、これ。ああ、見てないだろうな。こんな短い時間で見られるわけないでしょ。まったく。読めたのかい？バッチリ。でも内容を理解したわけじゃなく、僕の PDA に流し込んだだけだよ。つまりコピー？そうそう、触れさえすればあっという間さ。大したもんだ。ではでは、中身はと。どうだい？おっと、これは見過ごせないな。何かあったんだね。ほら、この項目を見てよ。そう、これは重要なファクターだ。おいおい、それは僕のセリフ。一度言ってみたかったんだよね。メロ。やあ小林。あれ、なんだか疲れてない？え、そうかな。どう？お菓子食べる？
ありがとう。ちょうど小腹が空いてたんだ。よしよし、素直なやつじゃ。聞こうよれ。なんで公家言葉？別に。とにかく疲れてる時は甘いものを食べるのが一番さ。君が疲れてる時以外もだと思うけど。あ、今なんか変なこと考えたでしょ。え？いやいやいや、何も。小林ってわかりやすい。からかわれたのか。シャーロック。あ、先生。君はこの場所が怪しいと思うのかい？はい、どこかがおかしいです。先生は何か気がつきませんか？そうだな。それ、おかしいですよね。ああ、いいところに気がついたね。提訴1980年、つまりこのビルができたのってとっても昔。こんなに綺麗に壊れたのも老朽化が進んでたからだと思います。確かにそれも一理ある。でも今気にすべきはそこじゃない。え？ほら、他の現場の提訴版を思い出してごらん。何年って彫ってあったかな。他の現場の年号、他の現場の年号。あ、どれもすごく。そう、これは重要なファクターだ。やあ、シャーロック。あ、先生。しつこいかもしれないけど、危ないことがあったらすぐに知らせてくれ。はい、わかりました。たくさん爆発があって、やっぱりちょっと怖いですけど、でも大丈夫です。怖いときは楽しいことを考えます。先生は最近何か楽しいこととかありました？え、そうだな。毎日楽しいよ。君たちと会えるからかな。あ、私も今毎日がとっても楽しいです。先生と出会ってからずっと。え？いろんなことが勉強できるし、みんなとも仲良くなれて、いいことばっかりです。そっか。これからもよろしくお願いしますね、先生。ああ、こちらこそ。では捜査に戻ります。あれ？いや。うん。どうしたんだい？なんかさ、めんどくさいことになってるよね。まあ、そうだね。そろそろ帰って、のんびりしたいっていうか。マイペースな子だ。うん。そうそう。前から思ってたんだけどさ。え？あんたって、服のセンス古くない？うん。もっとおしゃれしなきゃ、女の子が相手してくんないって。そうかな。しょうがないな。私がちょっと教えてあげるよ。よっと。おっと。そうやって多少は着崩してみたら。カジュアルに行こうよ、カジュアルに。はあ。あと、シャツは第二ボタンまで外してみるとか。いや、それは。そう、セクシーさがグッと出ると思うけど。やめておくよ。まあ、あんたのキャラには合わないかもね。じゃ。セクシーさが。ほらやった。杉子くん、何をしてるんだ。あれはフォーチュンクッキー。中におみくじが入ってるお菓子だ。やあ、休憩かい？What？ おっと。はい？じゃな。あ、落としたよ、おみくじ。あんたにやるよ。
運命の人は今目の前に。二人は結ばれる定めにあり。去れば家内安全、商売繁盛、子孫繁栄、極楽往生、主治肉林、百鬼夜行。小林さん。いや、どうも。平野くんはここで何か気になることでも？ええ、ちょっと低素箱のことが。お、さすがに鋭いね。全部の現場に一つずつあった同居、それらが低素箱に入っていたことに気がついたってわけだ。はい、でも気になることはそれだけじゃないんです。え？低素箱は爆発の衝撃で破壊され、中から銅鏡が飛び出したということですよね。ああ、多分。3箇所の爆破現場すべてで？あ、全部が同じ状態になるなんて変だと思うんです。